エアインディアナ216便墜落事故とは、1977年12月13日に、エアインディアナが運航する旅客機がエバンズビル地域空港を離陸直後の19時22分に墜落した事故。事故機は、エバンズビル大学のエバンズビルパープルエーシーズ男子バスケットボール部を乗せていた。目的地は、ナッシュビル国際空港で、チームは、 ミドルテネシー州立大学ミドルテネシーブルーレーダーズ男子バスケットボール部と試合を行う予定だった。国家運輸安全委員会は事故原因について右補助翼と方向打に取り付けられていたガストロックを離陸前にパイロットが外さなかったこと及び荷物質が化石祭だったことを挙げた。NTSB のレポートはこれら二つの要因のうち一つが適正であれば航空機は 墜落を免れたかもしれないとしている。過剰な荷物が航空機の重心を後ろに移動させた。上に方向だと片側の補助翼がロックされていたため、パイロットは化石祭の航空機を制御できなくなった。パープル A シーズの部員は18歳の新人一人のみが残された。彼は足首の怪我でこのシーズンを欠場したため時刻機に乗っていなかった。2週間後、彼は イリノイ州ニュートン近郊で彼の弟と共に自動車事故でこの世を去り、1977年のパープルエイシーズの全員が自故死する結果となった。エバンズビル大学にはウィーピングバスケットボールとして知られる慰霊碑が建てられた。石板には航空事故と自動車事故で亡くなったプレイヤーおよび知人の正体で事故機に登場し巻き込まれた一人の名が刻まれている。 また、学長のウォーレス・グレーブズが、追悼式で述べた長寿から、今この時の苦渋から、我々は立ち上がるのだ。という一文が記されている。選手とコーチ陣を一遍に失ったパープルエシーズ、も翌年には、ヘッドコーチに、リック・ウォルターズを招聘して、チームの立て直しを進め1982年には、中西部を代表して、NCWA トーナメント出場を果たすまでに、 なっている。ありがとうございます。